はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら仮面ライダーエグゼード r t f 仮面ライダーブレイブクエストゲーマーレベル2ですはい、なにぎり r t f のブレイブまだ開けてなかったんですよね。定価は2300円で1800円ぐらいで買いましたが、パッケージからわかる通り、バグスター切除手術を開始するのを、開き手ポーズがちゃんと専用のものがついてたりして、以前エグゼードのレベル2はノーコンティニューでクリアしてやるぜの専用手首もついてましたから、割と凝ってますよね。 はい、横側にはスーツ画像で反対側には商品画像。では、レビューしましょう。エグゼイド系ゲームとかスナイプとかレーザーとかなかなか開けてないやつが微妙に溜まってた。あー、色綺麗レベルアップライダーシリーズも相当良かったんだけど、これもさ、まあ、すでに決定版のアーツが発売されてるとはいえ、請求色とかも超いい感じじゃない エグゼード系はね、こういうシールが一枚ありますよね。はい、これで、仮面ライダーブレイブのレベル2が完成して、むっちゃ出来いいっすね。エグゼードに続いて。で、武器もちゃんと、ガシャコンソード付属しますし、これは両面じゃないか。炎エフェクトのみですね。氷の方は表現されてませんね。あとは、決めポーズ用の手首パーツ。 じゃあもう早速アーツと比較しちゃいますが、めちゃくちゃよくできてますよね、RKF。もちろんアーツの方はメタリック塗装とかで、色表現とかすごいんだけど、こっちは成型色のメタリックで、絶妙なこの色をバッチリ再現してますよね。で、ミニシールドなんかもついてますし、アンダースーツのこういうところまで、全部色入ってますからね。 むしろ最近のジンとか滅びよりこの辺のエグゼード系の方が色多めなぐらいかな。レベル1側はもちろん塗装省略されておりますが、頭部とかさ、全然チープさありませんよね。で、目の部分はクリアパーツとかじゃなくって、これはシールか、あ、塗装か、塗装で表現されてるんだ。 なので今回も先に発売した EXA と同様にむちゃくちゃクオリティが高い RTF に仕上がってますよね。はい、改めて単体でぐるっと見回すとこうで、さらに、はい、頭部周りですね。シルバーは全部塗装ですね。で、胸の細かいところはシールで表現で、ゲーマードライバーはグリーンの塗装一色単色って感じですね。 後ろから見るとちょっとさっぱりめではありますが、前から見る分は全然申し分なしって感じ。これが2000円以下でね、実質買えますからね。で、首ボールジョイント、胸で動く、腰は固定ですね。で、アーマーごと回転、ここは別パーツで動く、水平はこんなに上がるし、二の腕のロールはこの部分で回転しますね。で、肘稼を手首で、 下半身も特にアーマーとかありませんからよく動きますね。膝可動と足首ボールジョイント。で、武器に関しては今回は突起物とかありませんから普通に持たせるタイプでできればね、ジョイントとかでガチッとハマる方がいいんだけど RTF はハマったりハマんなかったり微妙に仕様が安定しませんよね。 ただ今回ジーはなかなかいい感じかな。一回持たせてしまえばそんなにポロリはなさそう。そしてガシャコンブレイカーは炎モードのみで裏側は完全に肉抜きになってますね。とはいえモールドかなりしっかり入ってますよ。で、基本はガシャコンを外武装状態がデフォですから可動を使って騎士っぽく立たせてみたりとか あとは構えポーズですね。こう持って、こういう感じ腰落とし気味で、こういうようなナイトっぽい構えポーズだったり、ミニシールドが付いてる分、これでね、暴力っぽくも稼働させて、暴力っぽくも見せることができますよね。ブレイブもゲームキャラクターっぽさありながらも、 ほんと仮面ライダーデザインにバッチリ落とし込んであるよな。はい、このような残撃、振り下げ状態だったりとか、横残撃的な、こういうポージング、かなりダイナミックなポージングも問題なくいけますね。前にこう手をやる感じか。はい、こういうようなポージングもいけて、 さすが RTF。こういうのは非常に動かしやすくて、可動面優秀ですね。そしてヒーローといえば、バグスター切除手術を開始するのポーズですよね。決めポーズがありますから、ちゃんと、ま、それ用というか、こういう開き手がね、シンプルな、アーツのような開き手がついてますので、これをこのように前に持って、 てくればはい、鏡先生の決めポーズですね。これよりバグスター切除手術をお返する。最初の方はね、助手の看護師さんみたいな人がいらっしゃいましたもんね。はい、引きで見てもバッチリ。まあ、これはこれで普通に開き手として使えますので、腕下にやって、すだちポーズ的なね、いつもは開き手は割と つかないことが多いので普通に巣立ち用の開き手手首として使うことができるしゲーマードライバーのグリップを持たせるような感じだったりあとはあれか決め技スロットか決め技スロットとかネーミング改めていいな。 スロット押し状態のこういう感じだったり、あとあれか、黄色のさ、ライダーキックってさ、こう手を腕組みさせてこういうやつなんですよね。すごい変わってるんですよね。なかなかこういうライダーいないよね。はい、右足前に出しながら、下半身はいつものライダーキック前とした 形なんだけど、腕組み状態の、はい、ブレイブのライダーキックポーズなんかも開き手があるおかげで、バッチリ再現することができますね。優秀だな、今回の RKF も。てかやっぱ武器ついてると、よりさ、ポージングの幅が広がるから、やっぱさ、滅亡人来系も、アローってけて欲しかったな。はい、これで、 持ち方変えるか。開き手があるおかげではいまたポージングの幅が一気に広がりますしここでガシャッとはめるみたいなこういうアクションポーズなんかも取らせられるわけですよねあとはこの開き手やっぱちょっと外れるなまあでもね保持力はそんなに本当と悪くない開き手を使って敵の方を向いて のバグスター側を向いての構えポーズ的なものもバッチリ r k f で思い通りに決めることができますねすごいよくないなんか色多いなてか元々そうかエグゼイドもちゃんとアンダースーツのこういうライン塗装で表現されてますもんねエグゼイドなんか優遇されてるとか完成度高いんだよな これ見た後でジンとか見ると、まあ、これもね、塗装かなりしっかり入ってるんだけど、やっぱこのバンド部分の黒いラインとかが無塗装なので、エグゼント級に比べるとちょっとさっぱりめに見えますかね。てかほんとアーツ散々見た後でも、r k f いかにクオリティが高いとかよくできてるかがわかるな。全然チープさないな。でもやっぱ以前よりは発売ペースが落ちてるので、本当はね、 クローズビルドみたいな、ああいう映画限定ライダーとかもバンバンフォローしてほしいんだけど、売れないとね、なかなかそういうのも出ないので、RKF すごい、まあ、僕毎回押してますけど、すごいいいフィギュアなんで、これみんな買いましょう。<laughs> てかさ、やっぱ売れてないのか、微妙に値下がってたりするよね。1500、円で売ってたりするから、だったら全然ありっすよ。じゃあ変身を鳴らそう 01ドライバー慣れしてると、ゲーマードライバーだいぶさっぱりっすね。 以上 RTF レジェンドライダーシリーズ『仮面ライダーブレイブクエストゲーマーレベル2』の紹介でした。